ジャナタ党は、かつて、インドに存在した政党、人民党と訳されることもある。インドでは独立以来インド国民会議派が、一党優位性を維持していたが、各地での地域政党の勃興、党内汚職、インディラガンディ時代の強権政治への不信感などにより1970年代より、国民の支持を次第に失っていた。そこで1977年、 ロークサバーソー選挙の直前に国民会議派のハンインディラ派にヒンドゥー至上主義政党のインドを大衆連盟、地方文献主義者や社会主義者の連合体だったロークダルが急遽集まって結成したのがジャナタ党である。モラルジー・レーサー,イー,ー・イ・ー同党はロークサバーソー選挙で過半数を上回る295議席を獲得して圧勝し、インド初の非、 国民会議派政権であるモラルジーデーサーイー、政権を樹立したが、左右各派が、反インディラン、反、国民会議派だけを旗印に野合した政党だった。ため政権獲得後すぐに分裂。首相も、超ドリーチャランシンに変わったものの政権を維持できず、1980年のロークサバー総選挙では分裂した、左右両派合計で72議席と、壊滅的敗北を起死し、 崩壊した。その後、ジャナタ島内の右派は、デーサー・イー政権で外相を務めたアタル・ビハーリー、バージ・ペイイーを中心に、ヒンドゥー史上主義を明確にし、ヒンドゥトバに基づくジャナタ島として現在まで続く、インド人民党を再建した。また、同党の中間、サハは80年代後半に、国民会議派を離脱したビシュワナーとプラタプシンを、中心にジャナタダルを結成した。 このように両党の名称が似通っているのは同じ政党をルーツとするためである。ありがとうございます。